サンバチームは、いわゆるサンバを模して、音楽を演奏し踊るチーム集まりを俗に総称した和製英語である。浅草サンバカーニバルや神戸祭りをはじめ、日本各地のお祭りやイベント、またステージなどに出演、出場する。サンバは、ブラジルのリオを発祥とするダンス音楽であるが、日本では、必ずしもリオの様式、スタイルに準じた、チームばかりではなく、サンバを、 日本風にアレンジしたチーム、またはその中間的なチームなど、いろいろなスタイルのサンバチームが存在する。そのため、完全な定義付けは難しいが、それら日本風や中間的な集まりは、サンバチーム、ブラジルのスタイルに即したチームはポルトガル語の呼び方である、エスコーラやブロコといい、区別される。日本では、戦後に、ラテン音楽が流行したか映画、 黒いオルフェが公開された頃など、日本でもサンバが少しずつ認知されるようになった。しかし20から30年前の日本は、日本とブラジルの距離的な問題や、当時の渡航費が高額であったことなどから、未だブラジルの文化に疎く、現地の正確な情報が長い間ダイレクトに伝わらず、サンバが進化、発展していることもあまり伝えられなかった。そのため、 ブラジル以外の他のラテン諸国の音楽とサンバを混同したものが、この間にテレビを中心として、数多く誤って紹介された。例えば、テンガロンハットや、メキシカンハットを被り、フリルがたくさんある衣装を着て、マラカスやギロを持った格好や、あるいはそれら演奏者とタンガ姿に羽を背負った、サンバダンサーが一緒に出演するなどといった勘違いの上で成り立った、 異文化混合の模様がサンバとして紹介され放送されることが多かったこれらの放送から誤ったサンバのイメージが出来上がり日本全国の各地のお祭りやイベントに出演するそれを模したサンバチームが形成されたこのため未だにサンバチームは単なる仮想行列という誤ったイメージがあるしかし 二重から十五年ほど前からブラジルへの渡航費が安くなり、現地に行く人も多くなり、また現地で使われるサンバ楽器の現物が入手しやすくなったことなど、様々な理由からエスコーラと呼ぶ本格的なサンバチームが登場するようになり、日本風のサンバチームは少なくなっているのが現状である。上記の理由から日本でも 本格的なサンバを志向する集まりが形成されるが、彼らはサンバチームではなく、ブラジル本国の呼び方に合わせて、自らをエスコーラでサンバサンバ、俗にエスコーラと略すと称するのが特徴である。エスコーラジサンバは、サンバの学校と直訳されるが正確ではなく、エスコーラは、魚の群れを表す言葉である。 これは1928年にイスマエル・シルバを中心に主催者たちが集まった場所の近くにエスコーラがあったために、写楽、冗談でエスコーラ・デ・サンバ・デイシャ・フィラルと名乗ったことに由来する。これが最初のエスコーラ・ジ・サンバである。近年ではさらにグレミオ・リクリエイティボ・エスコーラ・デ・サンバなどと称すのが習わしとなっている。ちなみにグレーミオ・ヘクレアーチボとは リクリエーション団体を意味し、エスコーラジサンバは地域に根ざしたコミュニティの役割を果たしている。また、各エスコーラの正式名称は長いものも多い。また、これにグレミオリクリエイティブエスコーラでサンバをつけると、さらに長くなる。そのため実際は略称で表記、故障されることが多い。この他、リオの代表的なエスコーラをいくつか挙げる。 エスコーラジサンバと称する規則や決まりはないが、リオでは、これらの条件が揃っていないと、エスコーラジサンバと名乗れない。このため、大規模なエスコーラになると1000人単位を越し、リオのカーニバルに出場するときには一つのエスコーラで5000人以上が参加するものも多い。リオのカーニバルは、様々なシーンがあるが、最も観光客が多く集まるのは、 エスコーラが出場するカーニバルである。これはリーグ制に分かれたコンテスト形式になっており、毎年エスコーラは異なるヘ平度で、ジスフィーレで、順位、優勝を競う。もし最下位になれば、翌年はカブリーグに降格し、そこでまた競うことになる。逆にカブリーグで優勝すれば上部リーグに昇格し、そこでまた競う。したがってカーニバルは、 エスコーラの名誉と意地をかけた勝負の場となっている。これらからエスコーラはカーニバルのために年々凝った仕掛けや電飾を多く使った出汁などが制作されるのでかなりの予算が投入されている。またエスコーラでは麻薬ブローカーや賭博組織も関わっていることも指摘されておりエスコーラの役員などが殺される事件なども起こっている。そのため昔のような 素朴なカーニバルが良かったという人も多く、肥大化したカーニバルに嫌気をさして、エスコーラを去った、カンデアはじめ、エスコーラ内部の対立から追われたり去った、カルトーラやメスター・にルトン・マーセルも多い。日本では、浅草サンバカーニバルをはじめとして、ブラジルのスタイルに準じた、エスコーラが多く形成され、ジュニア優勝を競っている。上記エスコーラに対して、 比較的に、小規模で自由にカーニバルを楽しむ集まりを、ブラコカーニバレスコという。ブロコとは、ブロック塊の意で、カルナバレスコとはカーニバルを楽しむ人、という意味である。近年では、さらにグレミオリクリエイティブブラコカーニバレスコと称する、団体もある。なお、日本では、リオでは今はブロコで、ブロコカルナバレスコとは呼ばないという人もいるが、これは、 正しくない。ブラジルには、バイヤーを発祥とする、サンバヘギやア,アフリカ色の強いサンバを演奏する集まりもあり、それは正しくは、ブラコアフロと呼ばれるが、これも、ブロコと略称する。従って、サンバを中心に演奏する集まりはブロコカルナバレスコと呼び区別される。従って、ブロコはあくまでも略称に過ぎない。実は、エスコーラよりもブロコの方が、 歴史的には古い。サンバは、1916年の、ペロ・テレフォーニという曲が最初だとされるが、この頃はサンバに限らず、ポルカやマルシャ、ショーロなどといった、様々な音楽が演奏されていた。この当時はまだ、エスコーラは存在せず、ハンショやコルダン、また、ブロコと称した集団が、サンバやマルシャを演奏し街中をパレードしていた。これらブロコなどがより集まって、 エスコーラが形成されていった。ブロコもエスコーラと同じく元々地域のコミュニティに根差した集まりであるが、前述のように肥大化したカーニバルやエスコーラを去ってブロコを結成するサンビスタもおり、ブロコへ回帰する傾向もある。また近年ではモノブロコやシンパチアといった外国人が多く参加する集まりも多くなっている。また人数の規模で言えば、 エスコーラと同じく1000人単位になるものもあるが、エスコーラと異なるのは、あくまでも自由にカーニバルを楽しむ集まりである。ありがとうございます。